先行 MC 東野、後攻鈴鹿歌子、バーチャルラップバトルファイト。久々の登場、剣持ち東野、へいそこの乗車、喧嘩をしようか。ある意味二次三次の R して、鈴鹿歌子恥ずかしめる。結婚願望連呼しているのに、変態配信ばっかしてる不女子、悲しきロンリー性欲ドンキ、配信の度逃してく今期。 Excuse me 鈴鹿歌子です。この度はゲスト呼んでくれて感謝、私も呼んだって、それつまり収益化にグッバイってことで OK。 ラップバトルって何言えばいいか、初めてで全然わかんないやん。で初めに最近買ったエロ漫画、タイトル音読していいかな。いいわけねえだろ、バカなのかな。やっぱ頭の中がガラクタの山、腐りきてる相手ならもて遊ぶ、二つの意味でこいつもてなそう。腐敗しっぱなしの脳内細胞、こいつに媒介じゃ物足りないよ。俺はライムセンスで軽くセンス、ベイクセンス、ライフスキル、態度すらも全部 XL、 イエー。なんか吠えてるのも可愛いよ。それじゃ行っちゃいますよ、 Here we go。 行きすぎて無理、噂のあの来てますよ、隣の中のにいたずらからから24時間強制。何やってんだお前、人のチャンネルだぞ、ふざけんな。こっちは健全でやってんだよバカ野郎。エロ女レペゼンは801、うるせえゲームオーバーだこの性の亡者。情けかけてやる義理はない、からせからで訴えるぞ一からに。罪を言い渡し同期切り離し、モンスターハント一丁上がり合い。そんなバカな、ちょっと待って、セクハラなんて大げさだって。てかたまにメールとガビとコラボ、いつも思う、なんだあれは、協力と一生イチャイチャしてるじゃんか。さすがにオタク殺しすぎ案件だと思うよ。あれ営業じゃないの、マジ怖いわ。嘘、ごめん、頼む、もっとやって今度。